方々にさ、すごい挨拶されてドキッとしちゃった。ミスラもお疲れ様でしたとか、お疲れ様です、ごめんねごめんねとか言って通ってきたら、うんうん、奥の方でマネージャーさんが別に謝らんでもええよとかでちゃうねん、陰キャから癖で謝っちゃう。赤いおいお前頑張れって言ってるじゃんなあ。俺お前食べ、お疲れ様です、お昼公演なんかさ、うん、見下し角度でごめんなでもみんな褒めてくれるから大好き。バカめ、あ、よかった。山ちゃんレインボースターありがとう、シンジカリーさんハートありがとう。どうしよう、山ちゃん元気に、山ちゃん元気させる、お味噌です、元気にさせる、サニアです。夏は焼いてなんぼでしょ。ゆうじいさん、これはアイスかな、アイスありがとう。なんかあるねえ、みそら今日もバカやからあっちにノート忘れたからさ、誰か配信つないどいてくれることかな。うん、ノート、うん、待って、行く上まで行こう。シンジカリーさんありがとう、キッペイさん、日高浩二アイスありがとう、初見です、嘘つかないでいつもいるでしょ。トマトさんリンボースターありがとう。そう、3度目ですね今日で。キッペイさん、まーちゃんアイスありがとう。見納めかな、わかんないけど、みんな見納めといて。逃亡者 K さん、やばい、ナサヤさんアイスありがとう。やばい、これさ、なんかさ、ね、誰か配信つないどいて、うん、代行可能、代行可能、何したらいい。俺のペットボトルを持ってきてくれたら、ペットボトル、そしたらちょっとみそらノート取りに行ってくるから、みんなちょっとゆまの配信つないどいてもらうから、この辺かな、コメント、どこやったっけ。友達と来んのね、待ってる待ってる、どこ行った、ここや、みんな行ってくるね、みそにゃ。こんにちは、通れる、通れてる、元気にさせる。皆さんこんにちは、どう思う、夏は焼いてなんぼでしょ。いいと思う、元気、うん、元気もらえる、うん、私は真夏も気分ブンブン爆上げだにする。うん、いいね。少し焼けた、やっぱり、どこ、みんな、なんかさ、すごいビジュアルいいんだけど、そのままでいけそうや。このみそらのさ、みそらの iPhone の光から照らされて、すごいビジュアルがいい、見て、うん、かわいい、やったー、赤ちゃんみたい。西山さん、よそ行きの声でよそ行きの声とは、ハッシュタグ。今日は特にかわいい、やったー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー横顔が良き、ありがとう。私よく自分の横顔こんな見たことなかった、まあ、そんな。今の水ってこれ、あ、それ、あ、よかった、やったー、すごくない、シェイシェイ、机の上に3つぐらいさ、うん、同じ水筒じゃないや、よく分かった、ね、お水があってな、ユマのやって分かってん、すごくない、うん、この変な戻ってきた、ね、すごくない、ユマのって分かったよ、みそら。じゃあ、ありがとうね、書きます。そう、今日でレオと出るのは最後になるんです、私。それ寂しすんぎね、寂しすぎてソフトクリームでハグしちゃった。え、泣けるそれ。え、このアイスめっちゃ可愛い、クマとアイス融合型ってこと。え、ね、やばいね、麺が俺を叫んでる、ね、見て、あやかさん麺が俺を叫んでる、あやかさんのやっちゃう。いただきます。待って、このボールペンやばい、ないねんけど、普通に切れそう、インク、なんか痒くなっちゃってね。え、クマの耳かく場所間違えた、ねえバカ者クマの耳かけるにあっていいかな。パッツンは赤ちゃんなんで、これ食べ、これやったらごいごいごい、もう一瞬で、何これ、あ、のあれで、これで取るんで、おお、かけてる、かけてる、かけてる、もう時間、あれなっちゃうから、ね、いいと思う。やばいやばい、インクなくなってきた、あっちで踊って、一緒に、え、何分で終わる、あと何分やろ、でももう結構たった、ねえ、死にかけてる、10分ないと思う、普通に。あ、でもギリ、あ、死んでるかもしれん。リュウさん、アイスクマありがとう。インクほぼゼロね。やっと来週会えるやつ、嬉しい。筆圧でごまかした。ありがとう、ごめん。インクなさすぎた。
ありがとう。みんなたくさん。かわちい。りゅうさん、ありがとう。しかも、熊の耳のさ、場所、最初間違えて耳かける2の人になった。ごめんね。ありがとう。今も配信つないでくれてありがとうね。いや、こちらこそ水ありがとう。うん。うん、中かな。いつもより汗かいてた。特にない。確かに。すごいね。めっちゃ美味しい。暑かったね。暑いし、すごい息が切れやすかったね。やっぱ暑い。みんなも大丈夫逆に。ミソラは大丈夫やねんけど、みんなコールとかペンライトとかしてくれてるからめっちゃ暑いんちゃうかなと思ってる。みんなもあの MC の時とか構わずお水とか飲んでくださいね。自分でこの持ちネタ。ヤマトシさん、キッペイさん、キンキャメさん、まーちゃん、ありがとう。忘れちゃダメよ持ちネタ。お弁当はねちゃんとね 2,3 番目ぐらいに取れました。冷やし中華マジでこれ。ヤマちゃん、かえこちゃん、トマトさん、ありがとう。アミューズ、ほんま幸せ。最高やん、うん、アミューズ。もう世代交代いけなさそうで大津です。マヨネーズ苦手なの。大丈夫か。これやばい、70%の方やばい。そういう人もね、ちょっとずつ出てきてるよね。ほんま寂しいね。だってみそら今日さ、バレてるか分からんけどタンポポの最後ちょっと泣いちゃった。私も泣きそうになった。マジで最近泣きそうになった。それなもう累戦できる。そう、正直あの5滴ぐらい涙出たよね。でも 汗だくやったからごまかせたかなと思って。もうほんまさ、勘弁して。もうほんまさ、やばいねんな、泣いちゃうねん。そう、あとさ、もうさ、多分最後もうみんな歌えてないんじゃない。歌えへんやと思う。みんなさ、共通ながら思っててんけどさ、うん、もう最後とか肩組んで歌いたいもん、みんなでな、肩組みたいわ。もう振り返りたい。待って、何グラなの忘れてた今。みんなミスラに暑い夏言われて元気が出る言葉何かありますか。深夜さん、レインボースターありがとう。いや、モテんなは泣いちゃうで、絶対。私も確定になっちゃう。黒豚さん、池上まさきさんからありがとう。ノースフライトさん、ありがとう。余裕で泣くよな最後とか、うん、もうみんなボロボロやと思ってた。最近の中西エピソードありますか。なんかあるかな、うちらのエピソード、うん、最近、うん、最近なんかあったっけ。ないかも。普通に一緒にいる、うん。ユニバ一緒に行ったっけ。行ったな、行ったな、うん、なんみんなで、ね、俺っちも行ったよ、行ったね、うん、7人くらいで。あ、うん、でもさ、一回もさ同じペアなった。なってない、なってないな、なってないよな、うん、逆に、うん、テンナもなってないもん。みそえなった。ダイナソー一緒に空飛んだよ。あ、そうや。最近やばい。妖怪が来ました。え、でも、うん、最近じゃないんですけど、うん、今年の年始めくらいに一緒に夢の国に行って、ありがとう。今日何グラも無事考えれたんで行ったね、動画を言わん方がいい。いや、行っていい、余裕で、うん、その時に、うん、あの全部はミソラと一緒でした。え、そうやな、うん、全部一緒。そっかそっか、うん、そう、ちゃんとグッパで決めてたんやけど毎回ミソラやった。びっくりした。でもあれじゃない、今からなんですけど。あ、そうや、モンスターズインクだけ離れた。だから今日こそモンスターズインクのなんか写真が撮る場所あるんですけど、うん、私と佐伯が一緒に乗ったんだけどね、その時の私たちはハーって感じなのに、ミスラたちはさ、ミスラたちはさ、応援しててください。何もびっくりしやんかったからさ、あの性格が出性格出てるよねって。私は佐伯とユマの写真めっちゃおもろいよね。あれマジで佐伯4人出そう。4人出そう。ほんまにライスにも語りつつ、普通に不意に撮られる写真やな。ミスラ13位から決めるのに熱いよな。ミスラたち超真顔ね。っていうのがあるね。マーボーさん、ペンライトありがとう。ありがとう。え、やっぱこの前のでキュッピーマート、お、踊らなきゃ。ありがとう。8位文治さん、ありがとう。7位カズノブさん、ありがとう。ミラーボールタイム、キュピマート3さん、ありがとう。ヨシさん、ありがとう。ねえ、みんなどう思う。ありがとう。ミソラに暑い夏に言われて元気出る言葉なんですか。今日のエルコインが最後でした。してやっぱり今日が最後。ルさん、アイス、ありがとう。みんなありがとうございます。やばい、ミソラもご飯食べたいよ。それではアフタートークのお題、楽しんで頑張りたいと思います。やっと読まれて嬉しかったよ。みんな最後までよろしくね。ね、よかった。じゃあね、また後でね。あれほんまにランダムやから、
あの何回も読まれてる人もいるし、きっと入れてるけど読まれてないって人もいると思うけどね、あのなんか黒い糸とかはないんですよ、あの裏側のね腹黒い糸とかはないよな、あれほんまに完全ランダムで撮ってるから、よかった読めてね、ハッピーだね、ハッピーだね、ファンスアイさん、アイスありがとう、シロタンありがとう、リュウさんハートありがとう、お腹すいた、ジュニアさんアイスありがとう、うまー、深夜さん花束ありがとう、あらまたもう一個アイス来た、あらら、ちょっとまた上まで行かなきゃ、マーボー、あ、マーボーさんも何か送ってくれてる、どこにあるんだ、やばい、ミソラのこのインク薄々、ね、インク薄々、ナングラはボールペン頑張って、爆上げだで行きます、これは何だろう、タコちゃんかな、クマの上に、ごめんね、ノートのページがあとちょっとしかないから、一つのページに2人分書くね、ちょっと許してね、なんか美味しい美味しい、だから俺どうしたら浮き輪かな、これとタコちゃん、これどうしよう、これ音落とシャッターなしで出した方がいいかな、でハートが飛んでるね、でもさ、マーボーさん、これなんなんやろ、タコタコクマにしとこ、ありがとう、もう一人の方上まで行くね、ちょっと待ってね、スリップだけ濡らして、やばなソフトクリーム、ミスラちゃんの萌えセリフ好きすぎる、俺も、マジでよかった、今日マジで今日やばかったよな、付き合ってるかなって思って俺付き合ってるかなみたいな俺マジ振り返るの忘れるかと思ったいやー嬉しい、シー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 、やばいめっちゃぽい、日高浩二レインボースターありがとう、わしゆうかちゃんかやこちゃんハートありがとう、私ね一瞬ね中国語めっちゃ勉強した時あった、もう忘れちゃったけど、つばささんハートありがとう、はい、ということで、バニラチョコミントストロベリーどれが好きですか、チョコミントとストロベリーが食べれへんから必然的にバニラかな、よろよろしくえで、よろよろしくね、ありがとう、千秋楽ね、私が食べる楽しみにしてるよ、二度見さんハートありがとう、たつさんハートありがとう、こんなありがとう、みんな大好き、泣いてたの気づいたし俺もうるっとしてたね、ちょっとごめん泣いちゃった、でも汗だくやからバレへんやろなと思って12バレてたか、11ゆうゆうペイちゃんアイスありがとう、ペイちゃん、マー君、タツさん、アイスありがとう、金キャメさん、水滴みたいなやつありがとう、え、やばい、やばい、変わっちゃった、変わっちゃった、え、もう一回やめます、一緒にいて熱くなってるけど堪忍な、どういうこと、熱いけど堪忍なってどういうこと、外が熱いけど堪忍っていうこと、熱さには堪忍、ズレズレさん、6位イチュウ、5位ファンサイさん、4位スーダッチューのみたいにしょっちゅうのとかちょっと親父ギャグ味を感じるな、ハクハクで釣られた、ハーで釣られちゃった、2位ペイさん、深夜さん、アイスありがとう、黒豚さんありがとう、1位ライトワン、存在が元気出るからな、ありがとうございます、嬉しい言葉、でも今日ばかりはね言葉を考えないといけないんだ、心苦しい、じゃあまた、ハマちゃんだアイスくれたの、ハマちゃんアイス書きます、今回ばかりはミソラはクマちゃんの耳の位置を間違えられないよ、バイバイ、どうしよう、みんなミソラに熱い時何言われたいですか、迷っちゃうね、さっきソフトクリームのセリフでさ、昼公演でもうミソラの萌えゼリフパワー使い切っちゃったからさ、もうミソラは何も言えない、助けておくんなまし、みんなほらに力を分けてくれ、ハマちゃん、クマアイスありがとう、よし二人ともかけたよ、ごめんね死にかけのペンのインクで、
麻婆さんのタコちゃんのクマとハマちゃんのクマアイス。ありがとう。ハマちゃんはあっちに行きます。ありがとうね。ちょちょのカシュカシュでごめんなさい。ありがとう。でも暑い夏に染みました。なんで外しちゃったんだ。この夏も京都は盆地やから暑いけど、イスラと一緒に暑い夏乗り越えよ。盆地やけどって盆地って可愛くない単語やな。レイくん、みずきくん、ハートとレインボースターありがとう。ケイタン、ハートありがとう。トマトさん、レインボースターありがとう。セリフ高評価。そうやねん、あのな、今日ソフトクリーム終わった後にカモネギで一回はけたら、テンナがバッて振り返ってきて、ミソラセリフ良すぎなって言ってきて、え、ありがとうって言ってた。カモネギのあのバチバチの音楽鳴ってる裏でそんな平和な会話が起きてましたよ。ミソにはもうすぐアイラ取れるから応援して。お、今日20日やから、今日21か、だからあと2日か、イベント余裕持っていけてるじゃん、頑張れ。完全に視点がランカーの言い方やねんな。頑張って、無理しないで、大丈夫、あと2日もあるから、まだまだ時間あるよ、頑張ってね。ミソラは今回はあのリミットブレイクのミッションを毎日あのデイリー逃さへんように頑張ってる。最近気になってます。あら、ありがとうございます。そのまま来てくださいね、ミソニャンコに。え、どうしよう、ミソラは水色がめっちゃ似合ってる、ありがとう。これからも来ますね。マー君、レインボースターありがとう。しゅんたくん、だるまありがとう。ゆま後ろにおったよね。めっちゃ映り込んでた。たかしーさん、アイスありがとう。鴨川で涼もう。京都不憫すぎるやろ。でも鴨川大好き、みそら。抹茶アイスは溶けるけど、みんなの愛は熱々でも溶けないよ。すごい、みそらよりもアイドルしてるセリフ。抹茶アイスは溶けるけど、みんなへの愛は熱々でも溶けないよ。いや、いいね、結構候補1。いいね、アイスは溶けるけどみたいな、いいね。リュウさん、レインボースターたくさんありがとう。体調気をつけて過ごしてね。しんやさんもレインボースターありがとう。ミスラと一緒に鴨川座って涼もっか。なんでみんなそんな鴨川推しなん。毎日暑いけど、私のあなたへの思いもこれぐらい暑いんやで。それ天才ね、それいいやん。毎日暑いけど、ミソラから君への思いもこれぐらい暑いんやで。あ、いいね、これでいこっかな。いいね、いや、アイドルなった方がいいよ。ミソラ、毎回ソフトクリームのセリフとかさ、直前までもうめちゃめちゃ考えて、そう浮かんでこうへんからさ、そんなすごいセリフ言えるの、アイドルなった方がいいよ。ちょっとスクショするね。採用決まり、イエーイ。無事決まったということで、冷やし中華食べてきますね。ありがとう、一緒に考えてくれて。ペイちゃん、チェットさん、ありがとう。パフォーマンスがめっちゃ素敵です、ありがとう。頑張るね、これからも。ソフトクリームのセリフでいいのでは。まあそれとこれとは別ですわ。ソフトクリームはソフトクリームでね、みんなに楽しんでもらえたら嬉しいね。エイティさん、アイスありがとう。というわけで決まった、みんなありがとう、やったー。最初の10分ぐらい普通に配信しちゃったけど、これがミソラのナングラって感じですね。魔王さん、アイスありがとうね。というわけで、ゆきちゃん、リンク HK さん、アイスありがとう。というわけで終わります。お腹すいたから、冷やし中華食べてきます。というわけでここ読みます。13位ファンサイさん、ありがとう。12位キュピマート3さん、ありがとう。11位ヤマトシさん、ありがとう。10位まーちゃん、ありがとう。9位キンキャメさん、ありがとう。8位ユージーさん、ありがとう。
7位日高浩二ありがとう。6位タツさん。5位山ちゃんありがとう。4位キッペイさんありがとう。3位ハマちゃんありがとう。2位マーボーさん、サウナで熱中症、それは気をつけてお水たくさん飲んでありがとう。1位はリュウさんありがとう。ここにまだいてるアイスありがとう。外も暑いし、最近またコロナとか風邪とかいろいろね、なんか溶連菌とかいろいろ胃腸炎とかいろいろ流行ってるみたいなので、夏の暑さに負けずに、溶連菌にもコロナにも何にもカモにも負けずに、みんな体調第一で頑張っていきましょうね。世代交代もあと少ししかないけど、みそら夜は泣かないように頑張ります。ちょっと昼はちょっとほんまに想定外、あんなに寂しい気持ちになると思ってなくてね、だから夜は笑顔で終わりたいと思います。じゃあ冷やし中華食べて頑張ります。みんなも気をつけてきてね。ありがとう、バイバーイ。ありがとうね、バイバーイ。